よし、来た来た来た。ん？鯉じゃない。鯉じゃなかった、顔が。よし、来た来た来た。来た？来とる。来た来た来た。魚や、魚。よし、フィッシュ。オッケー。おお、動いた動いた動いた。よしよし、あれかあれか、鯉か。ん？鯉じゃない、鯉じゃないぞこれ。鯉じゃなかった、顔が、面がね、鯉の面じゃなかったよ。なんやこれ。え、ちょっと待って、慎重に慎重に慎重に。うん、やっぱ鯉じゃない。なんかヒレが鯉じゃない。よしよしよし、慎重にやるぞ、慎重に。でっかいでっかい。チヌか、チヌかこれ。チヌ、チヌなんこれ。え、でもチヌでもなさそう。なんか平べったい魚なの。でも鯉じゃないよ。ほらほらほら、あれあれあれ、何これ、チヌ。いや、テラピアやこれ。テラピアやろ、テラピアや。しかもバケモンみたいなのが来た。もっとちっちゃいって聞いとったんやけど、ブルーギルみたいなやつやって聞いとったんやけども、これ。おお、マジかマジかマジか。ちょ、待って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 、弱らせて弱らせて。カモがさ、この缶釣り用のこの、あや、ラバーネットしかないんやな。よし、ちょちょちょ、よしよしよし。おーおお、参ったな。もうちょっとハリス沸騰しておきゃよかった。ハリスがね、これ 1.2 号なんやよ。うー、バケモンやこれ。バケモンバケモンバケモン。よしよし、ちょっと待って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 。こうやってしていくよ。よっしゃ、取った取った、でっかいバケモンこれ。よっしゃ、よっしゃー、これでっかいよこれ。50センチぐらい。うわー、すげえすげえ、巨大テラピア。見てよこれ、大きさどれぐらい。23 46 54 5センチ。50は軽く超えとるね。よっしゃー、見てこの口、これバケモン。マジ、ほんのバケモンや。最初濃いかと思ったのよこれ。どうでっかい、よう引くからさ。で、波紋が大きいし、で、見えた時はさ、こんな模様しとるしさ、平べったいから血ぬかなって思ったけど、血のおらんやろしな、こんなところに。テラピア、マイルテラピアかなこれ。どうでっかい、ブッキョン、こんなでかくなるんや。ブルーギルサイズって聞いとったんやけど、ブルーギルのバゲモンみたいな感じになってしまったな。やったぜ。さっきの化け物との死闘で、このルアーの後ろのフックがポッキリいってしまいました。缶釣り用のフックやから、まあしゃあないよな。でもよくよく持ってくれたよ、本当に。めちゃくちゃ重たい塩引いたからさ、うん、2キロぐらいあったんじゃないかな、多分重さは。上出来でしょう、よう耐えてくれたわ、ありがとう。本当は大きさ測りたかったけどさ、ちょっとメジャーを持ってこんなよな、そんなでかいの釣れると思ってなかったからさ、でかくて尺ぐらいのってやったから、まあいっか。でもね、50はある、大きさなんてまあどうでもいいよ。今回ね、化け物に勝ったよ俺は。打ち勝ったぜ。今ね、戻ろうと思ってずっとこっち向かって遡ってきたわけ、向こうから。そしたらね、あそこにいっぱいテラピア群れとる、見えちゃった。さっきはさ、ファイトに夢中で気づかんだけども、いっぱいおるよ。次はね、これスプーンで行こう、スプーン。